皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。少し気の早い話になるけど、FIFA が大きな決断を下したね。2030年のワールドカップの開催国が決定。2026年もアメリカ、メキシコ、カナダと複数国での開催だけど、それに輪をかけて複雑になりそう。良いのか悪いのか、判断に悩むところですが、詳細をよろしくお願いします。FIFA は2030年ワールドカップをモロッコ、スペイン、ポルトガルで開催すると発表。イベリア半島とジブラルタル海峡を挟んでの複数大陸でのワールドカップ開催、なかなか良いじゃないですか。アメリカ、メキシコ、カナダに比べると同じ3カ国開催とはいえ、地理的な移動も負担が少ないだろうし。モロッコは1994年、1998年、2006年、2010年、2026年と5度立候補するも敗れた末の開催。共同とはいえ嬉しいだろうね。その他の立候補国はどうだったんですか？注目されたサウジを含めたエジプト、ギリシャ、サウジの3大陸にまたぐ立候補は各国の事情もありとんざ。それ以外にもグレートブリテン、いわゆるイギリス諸国、アイルランドを含めた案も途中でユーロに切り替え。残った対抗馬はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ、チリ共同開催構想。今回のワールドカップは第1回開催から100周年。初めてワールドカップを行った南米で共同で開催しよう、ってプランだね。それは華々しいですが、今回は残念ということで。ただこの開催国の決定には続きがある。FIFAの理事会でモロッコ、ポルトガル、スペインが2030年の大会のホストになることに満場一致で合意した後。加えて、第1回ワールドカップの歴史的な背景を考慮。1930年に初めてワールドカップが開催されたウルグアイの首都モンテビデオにて、100周年を記念するセレモニーのホストを務めること。さらにワールドカップの3試合をウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで開催することに満場一致で合意。それってざっくり言うと6カ国で開催するってことになりません？形式的には南米では3試合しか行われないけど、そういうことになるね。FIFAのインファンティーノ会長はこの決定について、バラバラの世界をFIFAとフットボールが一つにする。100周年のセレモニーは南米で行われ、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイの南米3カ国がFIFAワールドカップ2030の1試合をそれぞれの国で開催する。最初の3試合のうちの一つはもちろん、すべての起源であるモンテビデオのエスタジオセンテナリオで行われる。アフリカとヨーロッパの2大陸は、フットボールの祭典だけではなく、独自の社会や文化の結束を提供する上で一つになる。平和や寛容、多様性の受け入れのための最高のメッセージだ。とこの決定の意義を声明として発表し、2030年に私たちはアフリカ、ヨーロッパ、南米の3大陸、アルゼンチン、モロッコ、パラグアイ、ポルトガル、スペイン、ウルグアイの6カ国で地球規模の足跡を残すことになる。とコメント。ここまでの大規模な共同開催は今後起こり得ないだろうね。モロッコは北アフリカで欧州に近いとはいえ、アフリカ、南米と欧州ですもんね。この決定の背景には当然100周年という節目はあるにせよ、立候補の全てが共同開催だったことから、金銭的な負担の軽減。2026年、2030年と2大会連続で共催になるというのはつまりそういうことですよね。出場国の枠も増えるし、共同開催での出場国枠が枠自体を逼迫しないという側面もあるかもしれないけど、出場国が増えるということは開催国にホスピタリティや施設のところでその分負担になるということ。現在のワールドカップ開催規定では、4万人収容のスタジアムが12カ所以上あり、準決勝は6万人以上。開幕戦と決勝戦は8万人以上を収容するスタジアムで開催することが基準。スタジアム一つとっても日本が単独開催しようとしたら日本でもギリギリぐらいのラインなんだよね。さらに48カ国のキャンプなどを含めて受け入れる自治体や施設が必要ということですよね。日韓ワールドカップの時は半数の16カ国ですんだけど、今はその3倍。今のワールドカップを単独開催できるのはごくわずかの国で、その国にかかる負担はとてつもないってことだね。共催の流れは大会規模的にも致し方なしですね。反面、懸念されるのが選手への負担。1994年に行われたアメリカワールドカップでも西海岸は過ごしやすく、東海岸は蒸し暑かったことなどの天候の変化の問題。各会場間の長距離移動、時差といった問題など、選手にとってコンディション調整の難しさは際立っており、今回の6カ国共催のプランだと時差で言えばスペインとアルゼンチンは5時間の時差がある。1試合だけとはいえ、南米で開催して、その後はおそらく移動ですよね。3カ国で1試合だけ開催する、って言葉を解釈すればそうなるだろうね。南米の開催国と同じグループになった国は貧乏くじ確定ですね。
2026年のワールドカップから出場国も増えて見えてくる課題もあるだろうから。改善する時間はあるにしても、3大陸で6カ国はフォーマットとして参考事例がない大会になってきそうだね。決まってしまったものはしょうがないと思うしかないですかね。まずは2026年大会が成功してほしい。もちろん2026年大会が当面の優先度の高い大会なんだけど、FIFA はこの会議において、2030年の次である2034年大会にも言及。もうですか？気が早いですね。というのも、ワールドカップは知っての通り、開催した大陸ではその後に大会は開催できないというのが通例。それを突破しようとしてたのが2030年のサウジなわけですけどね、わら。だね。2030年ワールドカップは北中米、アジアの国は原則的に立候補できなかったんだけど、2034年に立候補できない大陸を挙げていくと、驚愕の事実が浮かび上がる。まず北中米はこの大会まで立候補不可。そしてヨーロッパも当然不可。モロッコが含まれてるのでアフリカも不可。そして、3試合だけとはいえ、開催した南米も不可。つまり、アジアもしくはオセアニアしかないんだ。なんだか嫌な予感。そして早速サウジアラビアは2034年のワールドカップ招致を明言。本日、私たちはサウジフットボールの次のチャプターに入る。2034年 FIFA ワールドカップのホストを務めるために立候補する意向がある。私たちの立候補はサウジアラビアの変革や私たちのファンの情熱、素晴らしいトーナメントを催すための献身性からインスピレーションを受けたものだ。とサッカー連盟は声明を出し、サウジの皇太子でありスポーツ大臣を務めるファイサル氏は、FIFA ワールドカップを2034年に招致することは、世界のスポーツを牽引する国になるという夢を成し遂げるために、私たちを手助けするものであり、国の変革の中でとても大きなイベントになるだろう。と合わせてコメントを発表。そしてもともと2030年、2034年に開催の意欲を示していたオーストラリアも立候補すると見られている。オーストラリアは女子ワールドカップも開いたわけだし、ノウハウも多くありそうですもんね。天候面においてもオーストラリアの方が開催地に向いている。伝統的に6月から7月に行われるワールドカップ。南半球にあるオーストラリアは気候で多少の差はあれど、平均気温が15度から20度と1年間で最も過ごしやすい季節。反面、サウジの6月、7月は最高気温が40度を超えるのも珍しくない猛暑。そもそもそれがあったからこそカタールワールドカップも例外的に11月開催になったわけですよね。海外の報道によるとサウジは開催地にネオムと呼ばれるサウジのタブークという地方に現在建設中の計画都市。タブーク地方はサウジでも唯一雪が降るという高地であることから暑さは回避できるという見通しらしいけど。48カ国、全部そこに集まるんですか？わら。完成予定は2034年より手前だけど、多くの専門家はこの計画都市の完成に懐疑的だというし、そもそもこの計画都市を建設するために現地の遊牧民を2万人移住させる必要があり、難航中。さらに一部報道によれば移住を拒否した住民が政府により射殺されたと報告まで上がっている曰く付きの計画。カタールワールドカップが各国から批判されてた出稼ぎ労働者の日じゃないくらいシャレにならないですね。万が一サウジに決まった場合はカタールと同様に開催時期で一悶着あり、結局カタールと同じように6月から7月にかけて行う形ではなく、冬季にするために2点3点するんだろうね。しかし、南米が100周年で是が非でも開催したかったとはいえ、2030年大会に3大陸を突っ込んでくるのは2034年にアジアで開催させたいとしか思えないですよね。現状ではサウジ、オーストラリアが有力と言われているけど、アジアで出場できていないけどサッカー熱の高い中国は2017年の時点で2034年大会に興味を示しているし、同じくサッカー熱の高いタイ、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、シンガポールなど東南アジアの諸国も開催に興味を示している。東南アジアも暑そうですけど、やりたい放題の中東でまた開催されるならまだ東南アジアの方が意義がある気が。まあ2034年にアジアでワールドカップが開催される可能性はかなり高いということだね。日本でのワールドカップ開催、っていう可能性はないんでしょうか。どうだろうね、現状でそういう動きは確認できていないけど、現実的に考えるならやはり共催。韓国と北朝鮮で2030年にワールドカップを共催しよう、なんて動きもあったぐらいだし。日本が開催国になるならば、その動きや中国の開催などに共催という形で加わるのがあり得るパターンかな。遠慮しましょう。わら。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。